フェリシア・ザンは、アメリカ合衆国出身の女性元フィギュアスケート選手。パートナーは、ネイサン・バー・ソロメー、テイラー・トース。2014年ソチオリンピックアメリカ代表。2014年全米フィギュアスケート選手権21993年、ニューヨーク・リバーデール生まれ。7歳の誕生日に、リンクでのバースデーパーティーをきっかけにスケートを始める。シングル競技において、 全米選手権では2008年にノービスクラスで3位に、2010年にはジュニアクラスで6位に入る。2010から2011シーズンには女子シングルとペア双方でのナショナルチーム入りを果たした。2009年にテイラー・トーストのペアを結成、全米フィギュアスケート協会に認められ、ジュニアグランプリシリーズに出場。全米選手権ではジュニアクラスで優勝する。 翌2010から2011シーズンには、トースが国際競技会でジュニアクラス年齢制限を超え、シニアクラスとなるグランプリシリーズ出場を果たす。全米選手権は、肋骨の負傷のために欠場。2011年3月10日、トースとのペア解消を発表した。2011年5月に数名とのトライアウトの後、ネイサン・バーソロメイトのペアを結成。 全米選手権で8位。翌2012から2013シーズンの全米選手権では銅メダルを獲得。4大陸選手権に出場し4位。2013から2014シーズン、グランプリシリーズは2戦に出場。全米選手権ではミスのない演技で前年より一つ順位を上げ銀メダルを獲得。ソチオリンピックの出場計を獲得した。 2014年7月16日に引退を発表した、詳細主な戦績、ありがとうございます。